はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。はい、ウルトラマン B ウルトラやっていきたいと思いますが、ちょっとね、第2回となる今回はですね、僕自身ちょっとこのゲームで分かりづらいなと思った部分がいくつかあったので、それについてちょっとまあ自分なりにね、こうまあ解説というか自分の中でまとめながらやっていこうかなと、まあお見せしようかなと思ってまして、何をするのかっていうと、このウルトラマンのゲームの中のまずこのヒーローっていうね、このまあ持っているカードというか、ウルトラマン、まあヒーロー怪獣もいるけど、怪獣、まあまとめてこのキャラクターたちのステータスとかがこうまとめて見れるんですけど、その中でレベルアップ、パワーアップ、ランクアップってアップ系が3つもあって、これなんじゃと思って、で分かんなかったので、まあいろいろね、こうヘルプ見ながらやってみたんですよ。なのでちょっとそれもね、解説しようかなと思ってまして、まあ知ってる方は結構多いかなとは思うんですけど、まあいい機会にね、見てもらえればなと思ってます。はい、まずじゃあ多分この基礎となるこのレベルアップ、このレベルアップに関しては基本的にクエストとか、あと普通のイベントとかね、やつで戦ってればちょこちょこもらえますね。まあ、単純にそれで上がってはいくんですけど、このちょっと見えるかな、このね、おう、どこだこのウルトラマンティガーじゃない、ね、ガイアの足元にあるこのゲージ、これがレベルゲージなんですよね。これにどん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 溜まっていって、これがマックスまでいったらレベルが上がるっていう感じですね。で実際に見てみると、このレベルが9なんですけど、ガイア僕これちょっと一番左のこのカプセル使ったんですよ。でこれまで上げられまして、この9の下にちょっとゲージの下に攻撃力、体力、防御力、スキル防御力ってあると思うんですけど、これがレベルが上がるとこれ上がっていくんですよね。でもちろんそのキャラクターによってその上がり幅は違うので、このガイアは基本的にやっぱ防御力系のやつだったんで、防御力がどんどん上がっていってましたね。んで、まあこれ、ここの右上のね、ちっちゃいこのハテナマークに、この、まあ情報は載ってますね。はい。で、まあこの素材も使いながら、あとは普通のクエストを進めながら、若干こうちょこちょこっとね、レベルが上がっていくと。で、ですね、そのレベルの上限がありまして、それについてはまた後ほど説明しようかなと思ってます。次、ランクアップ。はい、あ、もうちょうどというか、これで説明しようかなと。このランクアップっていう素材がまた別なんだけど、このランクプラズマってやつ、これを使うことによって、この最大レベルの最大レベル今10なんだけど、それが20に上がると、要は星が1個増えるって感じですね。で見た感じ、これが星が全部で6個あるので、この6個分上がると、だから最大レベルも60になるのかな、多分60で、スキルも1個もらえるという感じですね。で、あれですね、ステータスも上がってますね。体力が結構上がってるね、こいつはね。うん。はい。そんな感じですね。ランクアップは、まあ、これは素材なので、ひたすら素材を集めましょうと。見た感じ、この素材は、このイベントステージとか、普通のノーマル要は、ストーリーかな？でも集められると。まあ、ショップにも売ってるよっていう感じなので。はい。じゃあ次行きましょう。スキルアップ。スキルアップはですね、これはなんて言えばいいんだろうな。同じキャラクターを例えばガチャとかで引くと、それがスキルになるんですよ。こういうこの六角形型のスキルになるんだけど、スキルカードになるんだけど、そのカードをもう1枚使うことによってアップできると。あとお金をね、これ使うんだけど、今僕ガイアもう1枚手に入れてるんですよ、実は。だから 2枚目なんだけど、お金がなくてお金が1万円どころか今662円しかないので、全然ないから上げられないんだけど、まあ上がることによって、この威力と、あと何秒間、これはね、ガイアのスキルとして気絶効果があるんだけど、これがレベルを上げていくことによってだいぶこう上がっていくと、そういう感じのシステムになってるようですね。まあこのね、スキルとかももちろんキャラクターによってだいぶ違うから、まあ、そこら辺もね、まあいずれね、説明できればなと思ってます。はい、最後パワーアップ、これに関してはパワーのこのカプセルを使うことによって、もう追加攻撃、要は追加ダメージが発生するんですよ。それがなんだろう、そのレベルが上がっていくというか、で今ね、ちょっと上げて、これもレベル7にしたので、ここにね、ちっちゃーく出てるんだけど、あ、これじゃない、こっちだ、こっち出てるんだけど、追加攻撃力356っていうのが、このパワーアップによって上がった、攻撃力だと思うんですよね。だから、とりあえずこのカプセルをいつかこの、あ、これですね、ここら辺で手に入れて、でどん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 上げていって、まあ、攻撃力でプラスをこう持っていくっていう感じなんですかね。だけどここに書いてあるこのダメージは防御力の影響を受けますって書いてある。多分これ
ちょっと分かりづらいんだけど、敵の防御力の影響を受けるよっていう感じだと思うんですよね、多分だけど。それについて書いてないから、そうちょっとね分からないんだけど、まあ、おそらくそういう感じなのかなっていう。自分の防御力が上がってダメージも上がるっていう可能性もなきにしもあらずだから、そこら辺についてはねまたいずれかのどっかで見れたら、はい、補足しておきます。はい、そんな感じですね。であとはですね、あの装備っていうのがいくつかあって、これはあのガチャ画面の、例えばですよ、例えばあのガチャ画面のこのこれこの人この人がガチャをこう担当してるんだけど、ここで1回例えばガチャを引いて、でそれが装備が出てくるから、それを装備していくって感じなんですけど、今僕が持ってるのが3つぐらいしか持ってないんで少ないんだよね。それまとめてあのこの右下のこのね自動装備ってやつでポイってやれば全部装備してくれます。全然ないね、本当にね全然ないんで本当に。でレベルアップってやつを確かどこかで、どうだったかな、装備のねレベルアップもできるんですよ。あ、これかな、これであの装備ごとによってレベルを上げられると。で例えばこれを今選択されてますね、これ でこれねレベルアップってやるとここの画面に飛びます。で装備ごとのレベルをね上げていくことによって、この体力が上がったりとか、あとは防御力とかそういうのが上がっていくと、そんな感じですね。はい、でもちろん余ったアイテムはこういう風に分解とかできると。販売ってのはいまいち分かんないんだけど、これなんだろうね、いずれこうフリーマーケットみたいな感じで出せるのかな。あ、書いてますね。あー、はい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 、あ、そうか、分解を素材にすると、分解は素材と、で販売は売却なんだ、売却。なるほどね、分かった。でもね今ちょっと装備が全然ないので、本当にないのでちょっとねこれは今できないんで、まあ、残念ですが、いずれねこう装備もね欲しいですよね。はい、そんな感じでね、レベルアップ系についてはだいたいざっと発表解説できたかなと思ってますね。でねこのウルトラマンとか怪獣とか異星人ごとにスキルも全然違ってて、で例えば僕が持ってる URL ってあのエドとレナちゃんしかいないんだけど、レナちゃんは回復のスキルを持ってるんですよね。この詳細を見ると、はい、アクティブスキルってやつがあの戦闘中に使えるスキルですね。これがねあの回復系でやっぱ重要なんですよね。今んとこ僕が持ってる中で回復系がこの UR のレナちゃんか、このレッドも回復系なんですけど、このね結構分かりにくいんですけど、攻撃力の 585% 分即回復なんで、割と強い即回復だからね。だけどこのレッドに関しては擬態化状態だから防御力がとんでもなく低いんですよ。98しかないから結構死ぬ可能性があるので、そこだけ注意って感じですね。うん、あと持ってるねキャラクター SSR も全部攻撃力系なんで、そうだな、全然持ってないな。まあちょっと SSR がねもし全部集まったら、あのおすすめ SSR とかも紹介できればなとは思ってるんだけど、今ちょっとねあと2キャラ足らないんですよ。あと2人、北斗と何だっけな、北斗と確か家督捜査隊の女性だったかな、これなんだろうなと思うんだけど、女性隊員がいるらしいんですよね。女性隊員の持ってないので、この2人をこれ引けたらねいずれこう紹介できればなと思ってます。はい、で今ちょうどねティガピックアップ中なんですよね。で私40連してみたんですけど、全然ダメで井戸しか来なかった、悲しい。だからいずれまた石貯めてウルトラマン、あ、スペシウム貯めて買いたいなとは思うんだけど、ちょっとね今お金がないので残念ながら今引けなかったっていう感じなんですけど、いずれね引けたら、はい、ご紹介しようと思ってます。はい、というわけで10分ほどね、はい、長々と喋りましたが、ありがとうございました。これでねちょっとゲーム始めたばっかりで全然わかんないよって思う人がいれば、この動画見て少しでもね勉強というか、まあその吸収してくれればなと思ってます。はい、というわけで第2回となる今回はプレイ動画ではなく解説動画できたけど、はい、いずれねいずれというか第3回は必ずプレイ動画にしようかなと思ってますので、はいはい、というわけで早口でしてだいぶね早口でしたがね、はい、ご清聴ありがとうございました。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。